はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、白洲高校野手ですね。今回は須上エクちゃんを使っていきたいと思います。で、デッキの方は今ね、コツ持ちウィークなので赤原と雷入れて、能見軍団ですねの3人と永久機関の大谷、彼女キャラは、須上エクちゃんで来てます。45をお借りしてますと。で、金徳の方がね、野手の場合は恐怖の満塁男と高級筆打の選択なんですけれども、赤原がね恐怖の満塁男になってますので被っちゃうので、今回は高級筆打でいきますと。あとですね、いつも天才の入部届とか持ってきてるんですけれども、今回ねエクちゃんのイベントを確認していくっていう目的がありますので、恋愛成就の守りを持ってきてます。まあ、確実にクリスマスイベントを起こすという感じですね。ここはどうしようかな。まあ、大谷君の評価上げていくか。コツが始まった時になるべく練習していきたい。入部届を持ってきてないからね、最初の方はちょっと赤コツとかも多くなっちゃいそうだけど、青割り、さすがだね。ちょっとここは大谷君でいきましょう。まだ潰せるものは多分ないと思うんで、固め打ちとかもう5になったんだけどまあいいか。雷もね、本当に成功確率が高いんで、まあ、骸骨用意しなくてもあんまり気にはならないですね。で、練習的にはそうだね、筋力やっておきますか。まあね、ホムラ軍団もね強いんですけれども、どうしてもね精神がきつくなるんで、まあ、デッキのね揃い具合にもよるんですけれども、やっぱり能見軍団の方が使いやすいかなという印象はあります。あんまりいい感じじゃないな。メンタルをやっとくか。で、自己紹介てかマジでね、今回初見なんで少し見てきます。エクちゃん優しい、可愛い、最高のマネージャー、よく気が利く、ふんふんふん。引き抜きの件考えてくれたか。君はこいつらにはもったいないマネージャーだ。バスケ部、うん、なるほどなるほど、廃部になってもお、体力を回復してくれるんだね。お、ここは赤原でいきましょう。ミートコツとかね、一応1でね問題ないみたいですね。まあ、くれればだけど追い打ちで、まあね、須上エクちゃんはね、やっぱり話題になってるのが投手の方のマインドブレーカーをくれるっていうところなんですけれども、それはね次回やっていきたいと思います。妄想が起こせるっちゃ起こせるんだけどな。まあ、今回はね本当にこの子の性能を試すっていうものなんで、ドッキドキ心霊現象、これがね天空でねすげえ使えるみたいなんですよ。鍵当番、心霊現象見た。お、こいつよく出てくるよねと思ったらエクちゃんか。幽霊だったとしてもそんなに驚かなくていい。ああ、まあよくあることだね。鍵当番、セイラちゃんと一緒に探せば怖くないね。でね、なんか代わりに探すっていうものだと他の彼女キャラの評価がいっぺんに上がるみたいなんですけど、今回はまあ一緒に探していきましょう。それはね、あの次回ちょっとやっていこうと思います。ポーチ、ピンク色の袋あった。お、これでなんか急接近だね
ちっちゃくて柔らかかったって。ふう、いい練習になったなって何言ってんだあいつ。こいつイカれてんなマジで。で雷の金徳1回目ですね。赤原、少しねやっぱり体力を減らしておかないと。体力回復キャラが結構多いんで、こういうところがねやっぱりちょっと無駄になっちゃうんですよね。なので練習をしていきましょう。津上ちゃんは乗りましたね。 OK。 やっぱり能見さんと雷の、あ早い、ちょっと待って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 、屋上でのんびりしてって、野菜と同じだと思ってるんです。告白されてたよな、意外とはっきりしてるな。はっきり答えないよりはいい、そういうところが好きだな。みんなのことは恋愛対象には、好きな人ができたことない、話すのもあんまり得意じゃない、一緒にいてもつまんないと思う。そうだね、それは一理あるね。これは付き合う、早っ。経験点はねめちゃくれるみたいですね。あと脆いとかはいいや、いつものイベントなんで。青、よし、これは大谷くんいいね。ちょっと待ってね。結構ポイント溜まってきたけどほったらかしにしてしまった。上り上司、よしよしよし。能見さんもねここで割りかし経験点くれるから、ちょっとコツを整理していきますか。大谷もねマジでね、挑戦者大谷がね出てくれればだいぶ変わるんですけど、まあサクスペの方はちょっと厳しいかな。広角打法は一応取っておこう。片目も別に置いといて問題ないよね。10、15とか。エア9打ち、代打、テスラ、体当たり、ムード、ブロック。ここまでか、今のとこいけるのは。技術がだいぶ余っちゃってるね。6パー、もう取れないよね。先にねちょっとやっぱりコツを潰しちゃった関係で、そうすると雷からパワーヒッターとかをもらっておきたいかな。ゴーパキッといった。いや6パーパキッといったか。最近ちょっと一桁の怪我が多いよね。人5も下がった。まあやってきます、もうちょっとしょうがない。これはすげえやる気ねえわ。そりゃそうだよ、わかるよ気持ちは。もうこんな時はデートしよう。怪我しちゃったんでリハビリだ、リハビリで。カラデートはねないと思います。もうみんなカラデートがあったっていう報告がないんで、まずは距離を縮めようと。おしゃれなカフェ、まずまずの反応だ。ラテアートの体験、俺はエクちゃんに作るよ。何を描こうかな。あ、そっか、これで選択肢が出るのか。なんかその選択肢によってねマインドブレーカーの成功率が関わってくるんじゃないかっていうのもあるけどね。クマさん、いきなりハートはちょっと重いよね。地獄の炎に焼かれたようなクマ。そんなラテアートなんていきなり書けないもんね。のみさんの通常イベントが終わったな。のみさんもねもうちょっと解放したいよな。まだ全然だからね。 AF で行こう。いつものバス停前、ストレッチ。結
構なんかイベントの進みがいい気がするんだけど。赤コツ、赤原印象が全くないマジで全くない。もう追い打ちとか来ちゃったらしょうがないよね。キャッチャー、チームメイトのやる気は上がるけど俺のやる気は上がらないからな。頼む、最初の経験点はかなり重要なんだ。よし、1失点って強えな。マグロ結構頑張るよな。マグロはねまだもうちょっと出番が先なんすよね。マグロの本領発揮は。お、これは大谷くん 11%。 さっきやられてるからな。どうするよ、もう一回怪我してるからいいわ。安全に行こう。ミートが G まで下がってるからな。ちょっとずつエクちゃんのことが分かってきた。今日はどこへ行く？話題の映画のチケット買ってあるラブロマンスの超大作。ラブロマンスか、男からするとちょっと退屈な感じがするけど、ほら安心したら眠気が。映画終わった。何？これは普通に謝るでしょ。公園で昼寝すんの？そういうデートはね確かにいいよな。羨ましいよ。経験点は結構くれますね。さてここは一番下にしましょう。あれ、こいつだっけ？ちょっと待って。ラッキーボーイがこれでしょ？二人でチームを組んで、ラッキーボーイはだって大谷で取れるから、あ、チームプレイもあるか、なんか分かんなくなってきた。ノーミさんとモロイで、あれか、競争心か。大谷もね、まあ、今だとちょうどあれですね、なんか奪三振を8個取ったみたいな、ちょっと2失点しちゃったけど奪三振いっぱい取ったよっていうところなんで、まあ、確かにね頑張ってほしいですね。もうでも俺もさ全然野球とか興味ないからさ、多分サクスペにね大谷が来なかったらもう大谷のこととか全く興味なかったですね。でもこうやってねサクスペで大谷しかも強いからね。あ、ここはどうしようかな、体力マックスだしね。じゃんけん勝負、やっぱりね応援したくなりますよね。選球眼、青いいね、さすが大谷くんよ。さてそうすると、盗塁アシスト他、追い打ち1か、50、60、70くらいのか、全部で50、60、60代だったらねいいかもしれないんだけど、技術は結構余ってるんで守備職人取っちゃいましょう。そうだね、こんなものかな。もうこれもでも取っちゃうか、置いておいてもしょうがないんで。よし、では大谷くん指導、大谷くんを指導してあげるぜ。呼吸が上がったか、怪我しにくさ。荒領事かどうしようかな、みんなの評価がどうなってたっけ、まあ、ささやき取っておくか。ささやきは2で取るのがきついけど3だったらなんとかなるかね。ここでささやきのコツをつかんで、さらにもし1回くればそれでささやきは潰しちゃいますか。ここら辺がねナギちゃんが絡んでこないからね、今回は変な一般人が来るから。赤、
肩だね。37か、まあ、これはいけるか。ミートとか下がっちゃったからな、悲しいよな。早急骨、よしよしよし、体力の最大チャンプ。おお、喧嘩しやがった。こういうのはやってくんないよね。しぐれちゃんとかね、こういうのフォローしてくれるんだけど、特にそういうのはないね。あー、雷ちょっと強化がまだ乗ってないか。で3回目デート、早いな。ゆっくり過ごすのが好き、釣りに行ってみよう。え、釣りか。俺魚触れないんだよ。釣り堀か海か。え、素人がさ、いきなり海行ってさ、釣れるもんなの？とりあえずじゃあ釣り堀に行って、あ、待って待って、海に行こう。なんかコツくれるみたいだからね、ここら辺は。ヒット、めちゃくちゃ重い。これはすごい大物。どうだ？魚じゃなくて船？あ、ラジコンか、なんだ。48、48、すげえ、めっちゃ経験点くれる。意外性潰そう。で存在感を発揮しろ。今のままでいい。いや、いいね。競争心、なかなかね、珍しいコツだからね、そんな頻繁に手に入れられる感じじゃないんで。また 11% か。どうする？特にあれだから、妄想しよう。チームメイトのね、力も上げていかないと、最後に経験点もらえないんで。まあ、本当に、微妙な時だけは妄想しちゃいましょう。前回はね、だってそもそも金徳すらもらえなかったからね。それを考えるんだったら、まあ2回とかくらいだったらやっちゃってもいいかもしれないですね。で、まあ普通の練習、クリスマス前なんで、ここはまあ練習しておきましょう。こういう時は普通に練習する。お、いいねいいね。こういう時にね、体力を減らしてくれると助かるんだよね。あとエクちゃんがどれだけ回復してくれるか、これをマックスまで持ってってくれるか。ちょっと待って、風邪ひいてしまったか。気にしないって言ってたけど、やっぱり一緒に過ごしかった。まあそうだね。メリークリスマス。私はサンタさん。栄養あるものを食べて寝よう。スポドリ。いや、超幸せそうだな。まあ、こいつはレンちゃんの時もね、風邪ひくからね。レンちゃん入れてたらもう一回風邪ひくのか。食べた後はね、もう超優しいじゃん、超いいじゃん。あ、36か。まあプラゴでお借りしてるんで、ちょっとね増えてると思うんですけど、35か。35で使うともうちょっと少ないのかな。やっぱ大谷だな。やっぱり大谷よ。今の段階だと本当必須キャラですよね、大谷くんは。広角打法5だ。まあ、この辺は大体似てるからね。多分一般系の人と同じだと思います。20、20、20。
プラ5だから24とか上がるんだっけ。そうだね。でもし大吉が出れば40くらい。大凶そうだね。あと大凶でどうなるかだよ。プラスに働いてくれるか。大凶も怖くなかった。うん、まあ一応プラスに働いてくれたか。悟りちゃんとか超厳しい観念不眠症を起こしてくるから。まあその代わり悟りちゃんはね、大吉が出た時強いんですけど。回復回復。で赤肩か。よし、41だったら余裕だね。ちょっと揃える。また待って、ミヒトをせめて E にしておこう。うわ、ピンショー使うね。そうすると補給は無理かな。30くらいで止めておくか。肩ラッキーボーイ。そうか、ラッキーボーイを掴んでしまったか。どうしようかな。そうすると大谷くんの通常イベント、まあ、ラッキーボーイ2だから、ラッキーボーイを3にして掴みますか。これもいいよね、呪いの2回目。お、メンタルでいけるんだったらメンタルでいきたいけど、ただ大谷くんがいるんだよね。取っておきたいっていうのがあるんだよね。このコツを回復できるっていうのがいいんだけど、バレンタイン近いからいいか。練習しよう、大谷くんの永久期間。フルヒッター来たー。悲しい。ようやく D か。やっぱりちょっとあれだよね、なぎちゃんがいないからね。20 20 20。え、どうするこれ。ここにしとく。ようやく D か。よし、これは真ん中でいきましょう。ゴミ拾い。ラッキーボーイで、ラッキーボーイはじゃあ潰しますか。あとなんかある。追い打ちか。まあ、取っとこう。意外性もそうだね、取っとこう。降格。フルヒッターはもう置いておくしかない。悲しいけどしょうがない。悲しいけどこれサクセスなのよね。F45 じゃなくて E45。 E45 か。ちょうど補給上げられなかったかな。ギリギリいったか。いけるときにやっておこう。2月の1週に練習してバレンタイン4。ゴー来たー、気分いいなー。そしてここで体力が全回復するな。指揮者ってマジで何なの。音楽とか俺全然わかんないんだけどさ、指揮者は何をしてんのマジで。指揮者やってる人と音楽やってる人にはね申し訳ないんだけど、さっぱりね指揮者の存在意義がわからない。見ててもさ、何やってるのかさっぱりわかんないんだけど。あの中学の時とかさ、やっぱりそのなんだっけ、歌のコンテストみたいなのがあったんだけどさ、指揮者とかマジで見ててもさっぱりわかんなかったからね。よし、2月の1週バレンタインよ、バレンタイン。諸井くんさ、こいつも確率高いよね。割とね逆胸骨と一緒にくれるんすよね。撃てよ。ほらこいつもねくれるんだよ。まあちょっともう固め打ちがね5だけど、めった打ち。あ、そうだ、そうか、そうか、そういうことか。絶対、ちょっと待って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 、付き合ってくれてありがとう。喫茶店バレンタイン。
ホットチョコレート。あ、なるほどね。作ってくれたグローブのお守り。なんかエクちゃん超よくね。可愛すぎでしょう。ポイントくれすぎでしょう。これやばくね。バレンタインでこんだけくれるってやばくね。マジ惚れるわ。まあ大谷君優先でいこう。競争心、よしよしよし。じゃあ競争心も掴んでおきますか。で赤原、ここもねまた回復できるからね。最初ちょっとデートが進みすぎかなって思ったけど、まあまあまあ全然いい感じですね。逆境だけちょっと掴んどこう。火事場はね精神を使うのでちょっと置いておきましょう。競争心は取っておく。上り上司か、いや取っちゃおう。2人いるんでなんとかなるかな。ここどうする。うん、妄想しよう。まだ練習できるはずなんで。赤、総力 D の51 45 45まで上げるか。本当ね敏捷ポイントとかも上げていきたいんだけど、盗塁は取れないよな。メンタルには来てないか。じゃあデートしましょう。4回目ですね。ちょっとずつ距離が近づいてきてる気がするぞ。今日おうちデートする、いいな。何こいつマジで主人公。思い切って手とか繋いじゃおうかな。俺たちも一緒に遊びたいな。こんなやついねえだろ普通。こんなのいたらさ速攻でさとりあえず写真撮って警察だよね。おお、なんていい子なんだ。言わなきゃいけないことがある。無理してないかな。いや何こいつ超いいんだけど。なんだよマジで。すげえ体力回復した。そして経験点、あ、ラッキーボーイくれんだ。あ、ちょっとこれはもったいなかったね。何エクちゃんとか超いいんだけど。やばくない。ただもうここはあれだな、やることがない。本当にやることないデーだな。総合 D か、いやもうそうしよう。守備か、エクちゃんはなんでこんなシラス水産に入ってきたんだろう。タック、今のところは筋力できますか。いいねいいね、回復してくれるね。おっとっと、ちょっと最近練習が微妙になってきたけど、いややっちゃおう。もう何と何、ミートとコントロールか。メンタル、こいつは本当に。まあでも野球部はしょうがないよね。あ、いいねいいねいいね。赤原、
あれなんか取るって言ってなかったっけ、そういえば。接戦は大丈夫だよね。ここは体力マックスだからやる気もねちょっと減っちゃってるんで、選択肢は真ん中だとね体力が回復できるんですけど、一番下にしましょう。無難にで、あと取れるもの、気分屋はもう絶対いらない、ささやきも無理でしょう。あ、特にないか、接戦だけじゃ掴んでおきましょう。で、青骨、肩、諸井くんか。赤原の肩はもう強いね。連打、連打もね結構重いんだよね。ここは D、 これがなんか、おお、やられたピザ何枚って言ったら、ピザ7枚とかアホだろそんなの。7枚ってさ、ただ7枚ってことでしょ本当に。あー、メンタルで回復しつつっていうのもなありだけどな。筋力がね欲しいんだよね。で、のみさんも終わりか。こいつはこいつで経験点くれるからな。じゃあちょっと D くらいに揃えとく。パワーが足りん、パワーが。技術がだいぶ余ってる。また例によって打球伸びを取るか。そうすると、ローリング打法持ちとかいいかもしんないけどね。ちょ、負けてるし。チームメイト弱いからね、うち今。ようやく C だから。赤、のみさん、ヒット51だったら全然いけるでしょ。ほい、アベレージヒッター、阿部ひももう取っちゃうか。じゃあ、あれ今ちょっと待って、何取った、怪我しに行くさか。で、青、雷、大谷か、こちらな。回復しつつコツを取っていく。早急コツ、これで早急コツは4取っておく。じゃあ筋力足んないね。肩72は無理だな。おとなしくメンタルするか。いや、それとも諸井くんからなんかもらっとく。何もらったっけ。あとチャンスメーカーとか持ってんだわ。わ、何にもない、何にもないので、一回妄想しよう。まだもう一回ねデートが残ってるんですけど、それをもうちょっと先へ進んでからでいいかな。何、私の彼なの、かわいすぎでしょう本当に。てか、な、何もないんですけど、筋力やっとく。赤、肩、赤原か。あー、もう無理だ、いいとこ作れ、せめてミート、よし。筋力があるね、筋力やっておこう、足りない。で、次デートだな。お、回復できるか。次の練習次第では、じゃあちょっといけそうかな。あ、いけるね、これはちょっとやろう。諸井君だし、諸井筋力ボーナス持ってるから、大谷と一緒に来ると
それなりにくれんな。あ、いいね、これはやろう。最高だよ大谷マジで。タイエース、パワーヒッターがないからな。え、4番なの？この能力で C にはしておこう。ちょっと C ないときついよ。でもう7月入っちゃったからね、最終デートもやらないと。ハイボールヒッターとかくれてないか。あ、ミート D だとやっぱちょっと小さいな。まあ、絶好調だからね。絶好調だといくつ上がるんだっけ。なんかミート20くらい、ミートかパワーが結構上がるんだよね。ミート20、パワー15とかだっけ。ストレートか。赤原足遅、一回も赤原と走塁練習してないんだな。結局フォアボール。もう一回ホームラン打ちたい。こいつはもうここで終わりだな。引導を渡してやろう。石塚君球速150だけどコントロールが G か。抑えるね、マグロ。ヒット2本だったよ。ここはもう行きましょう。デート、最終デート。練習用に T シャツを買おうと思ってんだ。探すのを手伝ってくれる。かっこいいやつがいいな。例えば、あー、これね、上が恐怖の満塁男で、下はね、なんか成功失敗あるみたいですね。輸入 T シャツ、おしゃれでとってもいい。海外の T シャツはデザインが斬新でかっこいいな。カラフルで可愛いのもある。これなんてどうかな。英文が入ってておしゃれ。でもそれ、その英文何って書いてるか。じゃあなんか失敗っぽいな。それはね。とんでもないものを見せちゃったかな。評価が下がったとか。高級室だ。評価を元に戻さなくては。あとは広角打法は元ってあるんだよね。パワーヒッターの直撮りは無理だよな。1でもね取れれば全然違うんだけど、まあ、1は1でなかなか厳しいんだけど、それでもやっぱりね軽減量が多いんで、パワーヒッターに関しては、まあ、それはね広角打法にも言えることなんで、まあ、いきなりコツ持ちウィークもねもうそろそろ終わっちゃいますけど、やっぱり広角打法のねコツを3でもらえるっていうのはかなり大きいですよね。あれ、これって行く？あ、行ったか。さて、評価戻しをしないといけないので、いや、評価戻ししないといけないんだけど、やっぱり練習したいよね。7月の4週はちょっとデートしちゃう。体力回復も込めて盗塁。結局4まで行ったか。上げられるのは上げていこう。敏捷は上げちゃうとちょっと足りなくなっちゃうので D のままにしておきますか。お待たせいたしました。4番。おお、ちょっと
際どいところ投げてくるね、カラスマくん。V スラは見送って、このストレートを狙い打つ。ギリギリ。パワー B 欲しい、パワー B かパワーヒッターが欲しい。これを入れてくる。あ、入れてこない。シュート、あ、1か。全然曲がらんわ。失投してるし。いや、うちのエースを抑えるね。あれ今投手能力いくつ？これ入れてくる。入っては来ないか。高速スライダーだからそんなに曲がんないのか。投手能力それでも B か。いや、ちょっと待って、2パーか。これやりたいけど、やりたいけどさ、10はねちょっと厳しいね。ここで一旦取られるか、しょうがない。どこがいいんだっけ、喫茶店とかがいいんだっけ。その評価も上がって 8上がれば大丈夫なはず。あの、別にマックスじゃなくてもいいんで、マイナスいくつまで大丈夫なんだっけな、なんか忘れちゃったけど。まあミートを上げておきますか。じゃあ、あ、ギリギリだな。いや、試合のためだ、ちょっと上げよう。筋力ゼロになっちゃったけど。やっぱりこの高校固有のさ、そのイベント、おお、マジかいな。先頭バッターは北条、投げました。最後まで続いてるっていうのがいいよね。なんか天空中央とかってもうなんか6月のところで終わっちゃうじゃないですか。投球これから2球目。ああ、重い、球が重い。ここに来てマグロ君が打たれてんね。よし、あと1回回ってくるはず。なんとか耐えろ。耐えられなかったか。これ負けたな、確実に負けたわ。最後に強化戻しといてよかった。いや、無理でしょう。いきなり打たれ出したな。これでも1位取れるからね、さすがだよな、シラス。まあ今回なんだっけ、弱たり上手があったんだっけ。あ、待って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 、渡したいものがある。台車これを受け取ってほしい。大きいケーキ、手作りウェディングケーキいきなりそこに飛ぶの。いやー、いいね、すげえ。あ、お火打ちとかもらえるんだ。これ何もくん、あ、あれ、なんかあったっけ、なんか A に行かなかったっけ。高速レーザー、守備が A に行ったか。ただ高速レーザーは骸骨を取ってないと思うんで、直取りになるかな。まあ6400、まあ甲子園行けてないからね。一応揃えますか、せっかくだし。あの、これ裏方とかだとね、もう完全に何にもあげないで、あ、終わりってやっちゃうんだけど。あ、無理だ、高級全然取ってなかったわ。筋力が足りてないね。連打、切磋琢磨も無理か。筋力不足に陥ってるね。まあ、それはしょうがないか。ほいほいと。ちょっと、筋力がないから無理なんだ。まあ、こいつは別に、お蔵入りの人なんで、これでいいでしょう。まあね、ちょっとね、甲子園に行けなかったので、選手能力はあれですけれども、エクちゃん、いいね。強いね。最後の、高級室だがちょっと失敗したところが痛かったですけれども、
なんで、まあ、恐怖の満塁男が被らなければ恐怖の満塁男で、安定していいかな。恐怖の満塁男の方上の選択肢だと多分その失敗っていうのがないと思うんで、まあ、安定を目指すんだったら恐怖の満塁男でいいと思います。被っちゃった時はね、まあ、どうしてもしょうがないんで、高級出打の方でいいと思いますけれども、まあ、エクちゃん45でお借りしたんですけど全然経験点くれるし、何より超いい子だねあの子、マジで惚れるわじゃあ次回はね、あの投手の方で、マインドブレーカー狙いでまたやっていきたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。